日本の小野塚彩那、新種目でメダルなるでしょうか。ソチオリンピックフリースタイルスキー女子ハーフパイプ、オリンピックで初めての決勝です。さあ1本目が終わって、なんとなんと小野塚は3位につけています。メダル圏内ですね。1本目 79.00、 これを安全圏まで持っていけるか。そうですね。小野塚彩那のメダルへの挑戦、2本目ドロップイン、飛んだ、高さが出た。先ほどよりも安定してますね。アリウープも高い、リップリップになっている。540、よし決まった。そしてライトサイドも540決まっている。いいです。そしてここで720、そして最後バックサイドの決まった。決まった、ガッツポーズ。いやなんでしょうね、やりきったという表情。83伸ばしてきた、メダルを求められた小野塚彩那の挑戦は銅メダル確定。小野塚彩那銅メダル。歴史的な瞬間でしたね。小野塚彩那3位、種目の転向からわずか3年3シーズン目、メダル獲得ということになりました。銅メダル、世界選手権でも3位でした、去年のことです。それがわずか転向から2シーズン目。そして今ちょっと目が潤んでいるか、3位での表彰台。そして日本の小野塚彩那やりました、堂々の銅メダルです。